さあ、今回この左の記憶喪失の農夫がめっちゃ攻めてくるこのジャガイモたちを撃退するという放置系ゲームやっています。あ、音あったんですね。ちょっと調整しましょう。さあ、ちょっと一つね、文飛んじゃいましたけども、さあ、ここで喋ってます。ここ日本語に対応してるんで、なんか結構ちゃんとしてますね。白いアンダーシャツと青いオーバーオールを着て、私はこの野原の真ん中で目を覚ました。自分が誰なのか、どうやってここに来たのか、何も覚えていない。ただオーバーオールに縫い付けられた名前だけがある。その名はビリーと。しかし何が起こったのか考える暇もなく、成長しすぎた邪悪なポテトの波が向かって突進してきていると。なぜか木刀が横にあったので、これを使って守り始めたよと。さあ、記憶のないビリーが、これは使わないんだね。さあ、驚いたことにずっとやっていたように自動的に触れていると、画面上のどこかをタップクリックすることでアドレナリンが分泌されて攻撃速度が増えるらしいと。クリッカーだよね。まあちょっと何もせずに見てみるか。まあちょっと今クリック中だね。これ？今1.5倍でしばらく持つのかな？ゆっくり減少していくらしいと。さあ、その死体、じゃがいもの死体かな？は完全に食べられるポテトとしてフィールドに残っているようです。敵の死体を食べるのはおかしいが、私もお腹が空いたと。栄養を摂取し、体力と記録を充実させ、ゆっくりと傷を癒して前に進むことにした。目的や手段を正当化すると。言い回しは多分外国っぽいんだろうけど、日本語がしっかりしてるね。さあ、ポケットにお金も入っていないようですと。代わりにスキルのセットを持っていて、長いキャリアで身につけ、それはポテトも恐れるスキルを持っていると。じゃがいもめっちゃ武装してますね。木刀に対して斧かな、斧だったり盾だったり。やられそうです。さあ、農場が、じゃがいもの軍団に。さあ、ウェーブを終えるためには今終えてないけどね。あるいは死ぬ寸前になると、体から全てのエネルギーが抜けていくのを感じると、もうダメだ、俺は死ぬんだと思いながら膝をつく。さあ、ポテトたちもそう思っているようで、まるで私がもう敵ではないかのように通り過ぎていくのだ。しかし、ポテトたちは油断しすぎだ。少し休んだら、私はまた元気を出して頑張れるのだと。膝をついてると過ぎてくけど、別に立ち上がれるんだね。そして私は再び交戦する前に、戦場に落ちているスカルを集め、アクセサリーを作り、ベテラン戦士のような外見で敵を怖がらせようとしていると。そう、サイヤ人みたいな 立ち上がり続けるんだね。木の盾、ゴミ、サビ、訓練、盾、これいいのかな。さあ、膝を屈していますが、ああ、自動で立ち上がった。まずは1.5倍までクリックしよう。あ、立って、ああ、つけたつけた。防御力がかなり上がってます。で、このゲーム最近出たっぽいんですけど、なんかレビューに1500時間っていうのがいたんですよ。どういうことなんでしょうね。裏側でつけててもいかないと思うんですけど、あ、まあいけるか。アタックを増やす、あ、待って、結構あるよこれ。増やせんじゃないの。こうか。 HP も増やそう。さあ、今ぐんぐん上がっていきます。ここ左上、体力。お、これポテタ容赦がない。古い友人と握手している時でさえ彼らから逃れることができないと。もう立ってる限り襲ってくるんだね。さあ、ポテトの準備ができた、君はスタートをしてくださいと。何これ。あ、これを潰せばいいのか。モグラ叩き的なことね。
ちゃんとクリックしないといけない。じゃああと15秒あるよ。結構長いねこのゲーム。何がもらえるんだろう。別に戦っててもいいと思うんだけど。右上なんか打撃トークン、あ、アタックバフです。あ、5分に1回なのかな。やられそうなんですけど。さあ、剣を振るたびに自分の体が変化していくのを感じる。筋肉がつくなんて知らなかった場所に筋肉がついているんだと。どこなんだろうね、筋肉つかない場所。腕とか、腕、指かな、指とか鼻とかその辺に筋肉がついていっていくのかな。たまに10レベルごとに新しいポテトの倒し方、新しいタレントを試し、もっと上手になるのだ、なれるのだと。スキルツリー的なことかな。ストレンジが与えるアタックを2増加する。あ、1しかないか。あの、立ち上がってる、いつの間にか。これはクーポンシステム、ディスコードなのに、ああ、配布されるんだ。デイリーと入力すると毎日再利用できるデイリークエストタイマーと連動すると。デイリーね。500ソウル、1アタック HP ポーションゲットしたね。ポテトは増え続けてるんですよね。あ、かける10で、もうバンバン上げよう。体力も2295になってる。もうここ開きっぱでいいんじゃないかな。さあ倒せ倒せ。これでポテトが溜まってくんで、どんどん強くしていくよと。やっぱこの間も進んでるね。あ、スカル、これがスカルか。再生、あ、こっちも HP 増やせんじゃん。秒間アタック、攻撃速度だよね。で、攻撃アップグレードブーストバフのブーストかな。さあ、スカルも使っといて、そこでだいぶ倒せるだろうと。あ、これレベルか。あ、これレベルっぽいな、真ん中。このポイントは10レベルごとにみたいな言ってたんで、あと6レベルかな、遠いです。お、獲得ポテト増やせる。これでしょ。じゃがいも増やすしかないでしょ。これ今 40% 増えると、この圧倒的ポテト獲得量でいこう。あ、そういえばスピード上げてないね。まあ、ポテトはね、なんか海外だとポテトサーバーとか、まあ、貧弱かなんかね、カスみたいなスラングで使われるんで、まあちょっとね、部別の対象というか、もうやっちゃっていい存在だと思うんですけど、どんどん倒してもらって、まあこの農民のおじさんも、なかなかね、部別されそうですけど、記憶を失った中年の農民が戦うと。でも鼻でかいからやっぱ鼻に筋肉がついてってるんだろうね。腕は結構細い、腕足細いんで、本来筋肉がつく場所には筋肉つかなくて、本来筋肉がつかない場所に筋肉がついてると。じゃんじゃん上げよう。さあ、基本このウェーブが終わることはないんだね。もう無限にじゃがいもが成長してくると。おじさんダウン。これは自分の人生は自分だけのものではないと感じる。なぜなら毎朝起きるとクエストリストが置いてあって、誰が痕跡も残さずに置いたのかもわからないからだと。しかしそれをクリアすると報酬がもらえる。ポテトを、邪悪なポテト2000体倒すと。あ、まだこんなもんなんだ。で、ノックアウト10回される。で、アップグレードした。ウェブ500。
デイリークエスト全部終わらせるかな。ポテトを打撃を3かけるプレイ。あのゲームか。やっとこうか、じゃあ。やんなくていいんじゃない、別に。じゃあ、そういえば5分かかるんだね。連続でやったろうと思ったけど、またやらないといけないかな。まあ、デイリーでクエストあるけど、時間は、あ、多分あれだね、始めたタイミングから1日なんだ。まあ、日本なら12時とか、海外ゲームだとまた変わってくるけど、これは、始めた時から1日なんだな。わかりやすいっちゃわかりやすいですけど。さあ、いけるぞ、いけるぞ。お、レベル上がるね。アジリティコン、あ、これでいいか。パラメータがわからないんですけど、あ、これだ。あ、つけて初めてつくんだね。てかやられてる。あ、待って、増えてるぞ。この服はアストレンジとか上げてくれるっぽい。剣は、あ、これ右に予測値というか実績値かな。今の武器との比較が書いてあるね。強い方にして、外見の違いがないな。帽子も右の方が強いかな。おー、ダサい。いらないものは消すよと。なんかおじさんがよりキモくなりましたね。次レベル250。めっちゃ遠いんだけど。でも性能上がるってことは敵も強くなるのかな、このジャガイモ軍団が。獲得ポテト量を 100% 最初から倍に。これだいぶ強いでしょう。もうとんでもないジャガイモの収穫をしてね、世界中の市場を混乱させよう。1農家から1000トンくらい輸出できるんじゃないかな。でもすごい増える。まあでもここの消費量も増えるんで、どこかでちょっとこの体力アタックに振らないとね。攻撃力若干足りてないね、場合によっては。あ、ちょっと残るな。盾持ちがちょっと残るね。少し強くなっていかないと。まだまだ。スカル、あ、こうか。なかなかたまんないな。1150、もうちょっとじゃない。1625っていうのは100で1巡だとすると600ってことになるけど、だいぶ遠くないですか。坂村おじさん、ん、これか。ロケーション、ポテトはすでに農場のあちこちに広がっている。しかもより強くより多くなっている。いつ農場全体のクリアに移行するか自分次第であると。エリアが広がってるんだね。これ100までやれば終わりなのかな。まあ増えてってるからね、数字が。多分ほら、戦い続けるしかないんだね。あ、いつの間にか1150いってるわ。生き延びてると早いか。まあでも死んだけどね。クラス HP を増やす。あ、ここか。経験値獲得増えると。まあ確かにこのペースで250なんていかないんでね、レベル250なんで。これは上げた方がいいな。 40% 増加。これめっちゃ上がるんじゃない。そうでもないか。あ、でも攻撃力今だいぶ強いじゃん。このステージの雑魚は倒せるぞ。ポテトまだでも1400体なんだね。
ポテトサイドが遅いんじゃないの、もう。ちょっとここじゃダメなの、弱すぎるね。こいつにかなってないわ。行ってみる、ちょっと。あ、これの難易度イージーなだけじゃなくて、これクリアしていくと増えるのか。エリア1はイージーかなって思ったけど、違うんだね。エリア内でどんどん上がっていくんだね、戦ってれば。あ、そういうことか。え、待って、じゃあ1、あ、1、そうか、1、2、25だから、ここで25ウェーブ生き延びればいいと。あ、でもやっぱ強くなったね。燃えますよ、これは。もうじきレベルも上がるしね。ちょ、久々に体力上げようか。体力パーセンテージなんでだいぶ上がりますね、振ると。最初、ん？これ、マルチプレイヤーね。押した気はないですけど。何このゲーム、マルチプレイヤーあんの？一番の驚きです。今年入って。これ多分もう年末まで超えることはないかな。マルチプレイヤーイベント。まあでもイベントだから、マルチプレイヤーではないのかな。なんか、スコア競う的な。さあ、もうちょいで30レベルです。そこまでは行こっかなと。なんか特殊なじゃがいも来てるな。あいつ、早いやつ。あ、待って、もう行ってるわ。戦闘効率を増やすってわかんないですけど、やってみようか。攻撃速度でもないのかな？てか、最初音下げたんですけど、もうほぼなんか無音に近いですね。効果音もともとないんだろうから、BGM だけで下げましたけど。まあ、放置するときはもう当然無音でね、置いとかないといけないですけどね。よしよし。まあ、これ全部はきついかな。アタックコンフェクションって何ってか。1000回やらないといけないけど。謎のアタックコンフェクション1000回と。どれのことなんだろうね。まだ1回も起きてないんだよね。デックスが与えるクリティカルチャンス。隣接するいずれかのノードで最大レベルが必要。あ、まだ上げないといけないのか。最大って、あ、5か。結構遠いね、じゃあね。これ強いのかな。で、次1350なんで次のステージか。まあスカーレムを使ってしばらく体力上げときゃいいかな。ちょっとここも攻撃力足りてないです。盾に関しては3回くらい攻撃してるんで、だいぶ同じイージーだけど強いね。さあ今回ね、この謎に結構日本語に対応している農民のおじさんがジャガイモを殺し続ける、まあ、放置系とクリッカーでもあるのかな、クリック系というか、そういうゲームやっていきましたね。まあ最近やった放置ゲームの方が出来は良かったですけど、まあこれもただ置いとくだけでね、おじさん立ち上がり続けるんで、そうしたらウェーブが進んでいくわけでしょ。1、2、3、19。あ、今、ここは進まないか。1、2の100まで行けばいいんだよね、多分ね。これは多分進捗のことなんで、1、2、100で多分1回終わって、ノーマルにするとこうどうなるかわかんないけど、多分進むんだろうなと。で、まあ、なんか結構ロックされてるんで、地味に結構あるんですよ。転生とかあるけど。何気にまだまだ見れてない分が多いっていうところで、ね、奥が深いのか、底が深いのか、まだまだ未知数な放置系ゲームと、これをアンロックするためにはもっと放置しないといけないね。まあ、前回やった放置ゲームまだまだ放置しないといけないんで、ちょっと放置待ちですね。